すぎ。あ、引きずっとる。工場長、あれ、ボンド貸してほしい。ボンドどうしたんですか。見て、靴がベロベロしとる。あー、その靴って何あるんはあるんですけど、急にそんなこと言われても。いや、瞬間で。すげー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 、どこ写し、どこまで写していいの。そこら辺いいの？当たりだったら、はい。はい。じゃあ、アロンでくっつけときますか、とりあえず。ありがとうございます。がベロベロなので。じゃあ、これ、ちょっと待って。ちょっとこれで、当たってもらって。ありがとうございます。はいはい。やばそれは。そうで、ライトリアルと、まあ、BGR だとカントリーサインさんとか今作ってるやつですね。一応ここまでは社長が向こうに作って、ちょっとまあ不良ですけど、まあよかったら来たかな、まあ、こんな感じでここまで綺麗にするといったそういう作業ですね。ちょっとこの辺はもうガラクタなんで、もうほこりめまみれになっちゃうんで、やり始めると、どれてるんで、これどう映っとんかが見えへんっていうの。まあこれといったらいつもそんなにない。すげえな、これが。このちっちゃい場所から世界に発信してる。これ欲しい。あ、それはもう完全にあの、これ欲しい、これ欲しい。それの縫ったやつは向こうあったかな、あったかもしれないね。まだやったーやったー。じゃあ縫った、ちょっと縫いてもらってどうぞ。そんな感じですか。お願いします。はい、すいません。すいません、私の靴を修理。すいません、ほんまにすいません。まあ、ラバーソールなんで。ラバーソール、あのゴムなんでね、まあ、あんまり良くない、うん、まあ一応つくにはつくとは思うんですけど。よかった、応急処置でいいです、すいません。すごいな、こうやってすんねや。わー、すげー、ついた。もうついたよ。ついたけど、まあ、ちょっと待って、すぐに。そう、早い。すげーすげーすげー。今日丁寧。正確や。いいね、ありがとうございます。おお。そらエアコンいるわ、若すぎと。暑いわ、こう夏場。そうですね。扉開放しよう。ロットもあるで、ほらほら。ロットもある、ほんまに。適当ロットです。適当ロット。適当、まあ自分が作っ、あの作ったりとかしてるやつなんで。作ったん？一応作ったっていうか、その位置からじゃないですけど、まあ組むだけですけど、あ、すみません、一応これでいけると思う。すいません、本当にありがとうございます。まあ多分そんなにすぐには剥がれる、多分まあでも2ヶ月、1ヶ月も耐久ですかね。本当はそのゴム系の、ゴム系の、この間あのサウにつけたやつ、ああいう系のゴムつけたやつ、やっぱ耐衝撃が弱いんで、うん、瞬間接着剤。ありがとうございます。じゃあ向こう行きますか。はーい、行きましょーい。いや、もうそれも一回うちがもう あれで出してるやつ、あのネットで出してるスピナーベイト、あれの元ネタですね。
作ったんですけど、はい、針金太いからちょっとやめとこう。やめとこう。すごいな。一応ここトライ&エラーで。ここにまぶちゃんいないの。トライ&エラー。ここ写真撮って。熱っ熱っ熱っ。これ撮っていい？かわいい。これをだから YouTube に当てるだろうって。熱い？出してみたい。はい。着きましたのだ。着きましたのだだ。熱い。逆光。熱い。端っこに着きました。入ります。私先、はい、入っていい？どうぞ入ってください。ちょっと待って、じゃあ失礼します。よいしょ、どうぞ。これで、あ、ありがとうございます。えい。あざまっしゃ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 い。打ち合わせがな。どあ、これあれやん、出れた。これ出れた。ボビーグラン？ボビーグラン、そうや。そうですか。あ、そうですか。まんまこんなん聞けへん。これ全部ネットで。へぇ、社長、社長、社長。CD の感じ。サプロン。すごいな、でもかわいいな、かわいいかわいいな、あれしかわいいの置いてほしい。かわいい、ほんまや。さあ、何かが始まるよ。しゃ、これ何始まるんですか。そう、今からね、高須さんとまこちゃんとの止める止める
うん、進めていこう。え、これ止め。このフリックチェックやったらなんか。販売してないから、ちょっと余計になんか、なんていうの。そうやな。笑った。今、アイシ系がみんな手に入らないで困ったでしょ。それあの、はい、アイシ系はアイシ系踊ってんけど、なんかあの飛べへんらしいね、アイシ系。そう、アイシ系が飛べへんね。それを飛ばすように、うん、あの後方重心に、ボディ自体を後方重心にして、うん、ほんで、結構飛ぶように。いや、アイシ系はまると思う。もう、はい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 、頭に入ってアイシ系がはまると思うから。カール切れやろうから、ほんならついていってもらうので、私が急のよし。え、明日このまま行くの？いや、明日また就航して。うん、帰と、朝4時半に迎えに行って、それかします。で、昨日も。上はいい。この辺の後が、ね、ちょっと下がるのがあるから。やば！これ、チャート、これ今日持って帰ってもらえる。やったー！ありがとうございます。マコパレット。うー、やっばこれ。やったー。ある。あれ。あ、これやこれや。マコパレット、それあれやで。マコちゃん。はい。それしかないで。やったー。それね、早すぎオリジナルで買うから。やったー。かわいい。ウェットファイブ。モーターリーグに。あれ、レンジマスター。レンジマスター、ポエットマスター。やったー。これも持って帰ってもらって。やったやったー。好きなカラー選んで。ウサちゃんジグめっちゃ可愛い。可愛い。めっちゃ可愛い。これウサちゃんクラウン。ウサちゃんクラウンからなるんだ。クラウン。ウサちゃんクラウン。ケリア行くようになったら、それますよ。ウサちゃんジグはでもね、禁止されてるとこ多い。禁止？それすぎ禁止？ほんまにそうなんですよ。なあ大阪のだから千葉やとかもこの間釣りしたんですよ。こいつがめちゃくちゃ釣りすぎて多分できんじゃない、あのツアーを使うの失っちゃったんです。へー、なんかまこちゃんあれやん、管理釣り場用できないもんあるで、バスレート。ほんまや、バスあるで、バスバーズバーズ、そうバスも投げとうからな。バーズバーズ、やっぱ、ほんまや、すげえ。これがハイフロートな。この間、この間2種類送った。うん、1種類で、2種類は渡してるはずやけど1種類あ、ほんま、もう一つ、あの、頭の愛がもう頭にあるね。ちょっと、ハイフロートやから今、俺から使うやつ。これめっちゃ使った、昨日。昨日、永遠になりますね。これ、そうやから、平山君が国家ゴリス 100%ねえ、やったー。ボートで行ったらボートだし。やったー。ちょっと引っ張りながら歩くんだ。引っ張りながら歩く？ちょっとテンションかけながら、うん、常に結び目が真ん中に来るようにして、あ、引っ張りながらこう、僕はそうやって歩いて、ほんで投げるときはもう常に真ん中にテンション、あの、結び目行くんで、ペッと投げて、ほんでバーッと釣れたら、サササッと外して、みんなに見えへん。何で釣ったんか、よう見られてる。宣伝する気全くない。で、この間みたいに引っかかりやん、聞いたから。うん、全然ね、あほんまや。あれから行ったのに、見るの忘れてた。じゃあ、バチンって切って、うん、なんでって言ったら、もうほんまに嘘じゃなしに、誰かが拾って使ってくれるの。うん、優しいなことっぱらって言われて、あれ前あんま切り当てたらビュー飛んできた、うん、飛んできたと思ってポンって当たって、あれ切らん思ったらないね。ありがとうございます。怖いか。ほんまや、私も高橋さんが写真撮って、はい、火曜日に遠藤商店に販売しました。かわいい、はい、ここしておいてください。そうしとったら家で撮るよりもここで明るく蛍光のとこで撮ったらちゃんと色が入る。遠藤さんとこれよりちょっともうちょい広い奥行きが、あの上の店、めっちゃ奥行きあります。あ、そっちはもうあれですか、もうやりたい。アイジ系、アイジ系。これ、はい、これはもうみんな、あの、まこちゃんの仕入れやろ。仕入れ。仕入れ、まこちゃんこれでんで。ありがとうございます。そう、それが一番やばい。これ、あの、ベースでこの売り販売。私、それのやり方全然できへん。そのスペシャル。まこスペシャル。これでもあれやろ、ベースには出へんでしょ。ベース、それはベースのオリジナルだろ。マコスペシャル出ねんて、これベースで。へぇ、宣伝商品だ。マコスペシャル出ます。あとどれ、これ
れこれこれ大好き。よう飛ぶもんな。風の抵抗が受ける。俺もびっくりした。好きなレール。めんどくさい。めんどくさいの。いや伸びんやわりこれ。これはね、まだあの、うん、伸びる方なんです、うん、これちょっとサイズ下げたんですよ。あれがね、曲げ見えほんま、みんなテスラさんにやってるやつはあれ 1.2 やん。そうですね、あれ今日、これって言ってたやつ。あれ、あー、そういうことか。めっちゃもっとガチッとしてる、もう基本コンセプトはスピナーベイトの形にしてるバイブレーションみたいな。まあでも、わー、そんな感じがする。このパラヤバイナーさんのホワイトノーズ、このホワイトやばいな、これ。これ、うん、これめっちゃいい、これめっちゃいい。これは販売されるけども、これもう来月ぐらいに、来月、今月注文書出して、来月ぐらいに。これ足つれるわ。足つれるわ。これだから、潜るからな。この色しか出せへん。あの色しか出せへん。あの色とうちらしか見られへん。それは出ても出えへんからな、このカラーは。うん、非売品から。これ非売品から、うん、まこちゃんのベースに多分出ます。ベースいいよ。どこのベース？私のベースで販売しますから。見て検索して。あれ？あれへん。ありまへん。でもタックルボックス見たらもううわ使い込んどうから、うん、うわ幸せやと思う。ボロボロいいな。ボロボロのは使おうと思うか。タックルボックス持ってない。あそっか。これもそこ。タックルボックスないんだよ。はい。やったもう。まあ全部つけてくれよ。何年開けてないです。めっちゃ優しい。なあ、つけてくれよ。これ全部リングつけてくれよ。よかったな。優しい。ほんまや。ほんまや。優しいんで、あんた全部つけてくれ。なんで、うちらも全部切ってあげて、つけるのも全部つけてあげたから、ひげだらけやね。4つも5つもついたそこに。そうやね。飛んでいってまうからな。そこをもう、表現なんで、人が。そうやね。そうや。ルアーが変な動きするね。変な動きするやろ。全部切って、切って。ありがとうございます。やったし。やった、フロックこれも来たから。これだけ。フロッグのパラトから塗ったって。すげえすげえ。パラトから塗ってくれるんで、フロッグの。ありがとうございます。愛先のミルベース。じゃあこっちに言うんだよ。ありがとうございます。確かにな。そうやな、高須さんが指示はもろっと言って。遠藤商店で。持って帰ります。遠藤商店で出すやつでーす。ブツ取ってね。ブツ取ってね。そう、まこちゃん出しててこれとこれがめっちゃ釣れるやつ。これがめっちゃ釣れるやつ。これって何言ってんの。名前覚えへん。ウォーターリーフ知ってるよ。これかわいい、かわいい。月光、それが何色や。月光が何色や。ピンクと4色。月光4色。これがな、持って帰って、これめっちゃ、もうほんとめったに作らないやつ。アマガエル。めったに作らないやつ。これはね。で、あとはチャートと。たまたまアメリカから注文来たから。で、この間爆調したミッドウェーブも出ます。ミッドウェーブもエンドショーで。ミッドウェーブ。そうやん。ミッドウェーブ。俺がチキンマッドウェーブ。チキチキ組んで歌ったしな。チキチキ組んで、チキチキ組んで、チキチキなんねん。もうこれ動いとったらええ音なんねん。爆鳥。そう、それナイトライダー。ナイトライダー、後ろに書いてあるんでね。ジャンコードからでもこれ赤白一色しかないの。これがマコちゃん使ってる。あ、使ってます、うん、でチャート好きな人、うん、絶対いる。個体の一員。で、はい、工場長が、はい。こんにちは。そうね。工場長です。はい。そう、教えてます。ありがとうございます。いい夢です。なかなかのシーレちゃん、なかなかのプレゼント。やった、ありがとうございます。今日実はまこちゃんの、フィールドスタッフで皆さん来て
反対の逆ドッキリの凸になってます。おめでとうございます。ありがとうございます。こんなん何もあってもいいですからね。そう、皆さんあっち行ってよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、明日これで釣れるか、何個入魂できるか、何個さよなら。